ファイアーエンブレム&スカイハイ。まあ、この子をね、熱き遊撃つけてもいいんじゃないかって思えるような動画を撮っていこうと思います。ちなみに私はちょっとね、さっき試運転した感じ、ああ、熱き遊撃つけようかなって思ってます。実際問題で。はい、じゃあね、まあ、試運転の結果を見せるようなもんだけど、はい、友情。結構強くない？もちろんさ、すげえ強え、攻撃型の友情コンボと比べたら、吹いて飛ぶような存在だよ。言ってしまえば。あんまり強くない。でも、じゃあこの友情コンボ弱いかって言ったら、全然強い方なんだよね。ただね、ネットの評価めっちゃ低いんだよ、この子。かわいそうになぁ。まあ、そんなファイアーエンブレム使っていきましょう。私の中でね、将来性はかなり高いんだよ、この子。まあ、その説明していくわ、これ見せながら。まず、アビリティは、マイスイートワープ。よくあるよね。ただ、友情コンボかけるにもいいとして、アンチ転送壁を非属性で持ってる、まだ4体目のキャラクター。そこがまずポイントが高い。で、シールドブレーカープラスビットンブレーカーによって、なんか普通のキャラじゃできない攻略を手伝ってくれる。そして、ストライクショット。これね、オールアンチなんだよね。だからアンチ転送壁プラオールアンチなんだよ。ただ、短縮系のね、アビリティを持ってないんで、12ターンだから3巡に1回。そう、だから、既存のさ、8ターンオールアンチよりも、使いづらさはあるけど、まあ、その代わりね、なんと追加で、こいつ割合持ってんすよ。割合削り。これがでかいんよね。まあ、その辺もね、多分1段階目しかたまんないかもしれないけど、なるだけ見せながらやっていきましょう。はい。じゃあ、ビーラです。ただ、残念ながら、私はね、この、タイガー&バギーか。タイガー&バギー自体は全く見たこともないんで、そんなに思い入れがないから、このキャラについての話とかは全くできません。なんか、さっきネットでチラッと見たら、オカマらしくて、オカマキャラってでも強いよね。この間のほら、ワンピコラボの時出なかったけどさ、出なかったけど、俺は出てほしかったよ。ミスターボンクレちゃん。ボンクレちゃんめっちゃ好き。ね。まあ、オカマキャラの話はいいとして、とりあえず友情ね、多分こっち軸で打てばこっち火だめやべえことになるけど、多分削り切ってくれんじゃないかな。いけ。あー、削り切れないか。ごめん、期待しすぎた。期待しすぎたって言い方も失礼か。まあまあいいや。よし。いい感じに打てた。このね、ウォールスルーパレットって、使い勝手は悪いんだけど、うまく使ってあげれば、かなりブリブリ削るんだよね。ボス一体とかに集中させることもできるし、で、こうやってちょっと角度強めにやってあげれば、はい、しっかり触って、全体をこうやってブリ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 って削ってくれる。だから決して弱い友情ではないのよ。まあ、強い友情でもないけどね。そうなのよ。強い友情ではないのよね。なんだろう。もう一声上げて欲しかったね、正直。例えば、なんだろう、これ、調教ついちゃってっから、2本出るとか3本でいいよ、本数が増える?正直ね、友情コンボかける意味で本数は上がってるんですけど、それでもね、最新の超強い友情コンボと比べたらやっぱ火力不足なのよ。だそこが惜しいかなって思ってる。よし。じゃあ、SS 溜まったし。下の雑魚倒しながらだったらいけっかな。まあ、1段階目だからそんなに強くないけど。よし、行ったべ。はい、これね、20%、1段階目で。割合 SS、ただ注意してほしい。これね、最大 HP の 20% ではないのよ。あくまで、残り HP の 20%。そこだけは注意してください。だから、わかりやすく言うと、そうだね、ボス1、さっき、ボスの初手で使ってあげると、ほぼほぼね、最大 HP のまあ 15% ぐらいは削る。要は正面2発目みたいな。そんぐらいの削りはしてくれるんだけど、そうして使ってあげない限り、ガツッと入んない。だから、打つなら初手。ドーンって。これ20%ね。なんか、しょっぺえな。うん、2段階目はね、50% なのよ。あと2巡待たなきゃいけないんだよね。シールドブレイクしてみる?いや、ちょっと待って、さすがに死ぬか。いや、行ってみよう。あー、さすがにビーラのシールド壊れるな、これ。頑張れ、壊れそうだ。うん。まあ、そういうところでね、通常できない攻略がまたできるっていう面白みがあるわけよ。だから、ちょっとここ待ちたいな。
そう、俺ね、2段階目を見したいんだよね。できれば。だから、少々ご歓談お付き合いください。特に何を言うわけでもないけど。あ、すごい削りがしにくくなったね。ダメを消えちゃったから。あ、でも残り4ターンでビーラ即死か。ちょっと即死食らうかもしれないけど許して。もうそこは察してくれ。この子ね、ほんと SS 短縮系がついてれば、かなり評価変わったと思うんだよね。無印でいい。無印短縮でいいからついてくれてれば、全然変わってた多分。惜しいことしたね。サラマンダーみたいな名前。あ、待って、2段階目溜まってんじゃん。え、なんで溜まった？あ、アイテム取ったんかな？お前いけるか？友情コンボでこれ。これいけたら相当強いけど多分無理だと思う。あの、拡大爆破弾が全部近いからさ。いや、さすがに無理か。倒すつもり言ってんだけどな。ごめん、即死食らうわ。いけた？いったわ、強っ！そうなんだよね。この子ね、超砲撃にしてあげれば、これより全然強いから。熱き撃ね、いいと思うんだよ、俺は。つけてあげても。上のボス削らずに。まあ、こんぐらいの削り許してくれ。2段階目。あ、やばいかも。どっち？あ、やばい。打ち直します。ごめん。いけると思ってた。いけると思った。俺がビットン壊す。火だめで攻撃上がってぶっ壊せ。あ、無理か。壊した。 OK。まあ、壊してもメリットはないんだけどね。ちょっと友情入っちゃうのはもうご了承くださいしか言えん。弱点に当たんないでしょ、これで。あ、いくよ。どうよ、これ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 。初手で打ってあげることによってボスの HP の半分を持ってくんよ、オールアンチで。いやー、強いじゃないか、強いじゃないか。ただこうやってめっちゃ削った後だと多分これ倒せないんだよね。あ、倒せた。え？最低保証は何パーかあんのかな？それからか、撃った瞬間の残 HP に対する 20% なのかな？だったらちょっと強いけど。まあ、ごめん、そこら辺俺ちょっとわかんないけど、結構強いと俺は思った。そんな話よ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。うまくもないけど下手でもない。これを最近最初に言おうと思ってんだけど、毎回忘れるんだよね。じゃあ、バイバイ。